お疲れ様です。待ってですね、今回はですね、てかまあ今回もミラー動画ということでやっていきたいと思いますので、久しぶりにこちらのダクネクミラーをですね、まあ、使っていきたいなと思うところでございまして、今ダクネってまあどんなのかな、まあそんな強くはないですね。多分そんな強くはないけど、まあまあまあこのデッキがどうなのかっていうのをやっていきたいなと思います。でもまあこのグラチェでゼロ勝なんで、意外とそのタワーレベルが8とか来たり、まあ、当てにならないかもしれないんですけど、まあ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 そこは勘弁してくださいということで、はい、やっていこうかなと思います。ということで早速ですね、って感じで、このデッキはいつ頃かな、去年の7月とか8月ぐらいかな、多分ダクネがマジのダクネがリリースされた当初ですね、本当にぶっ壊れだったんですよ。もうダクネだけでもう攻めも防衛も何もかも全てが完成してしまうっていう環境の時が一時あったんですよね。その時にまあ僕が考えたデッキでございまして、よいしょ、まあ基本的に、まあ、ダクネだったりプリンスをミラーしながら、まあ、攻めたり守ったりしていくデッキで、もうマジでダクネをただミラーしてアイゴレダクネの形を作るだけで勝ててたデッキですね。いや本当に理論上おかしいんですけどね、そんなことおかしいんですけど、まあそういうデッキでございます。ってことで、まあまあまあなんだかんだダクネはゴレの後ろにつけられると面倒いってことで、よいしょ、普通に強いっすよね。普通に使われてなんか処理がめんどくさいですもん。よいしょ、今ここは防衛されますけど、あーこのウッド外した、このプリンを延命したい。おお、これ一回捨ててからの、やばい、相手もやばいな、まあ、ミラー対決だからね、これは負けられませんね。はい、って感じで、まあ、アイゴルダクネで攻めつつ、基本的にはというか、まあ、プリンセスをミラーしたり、まあ、最後の最後ではディガーをミラーしたりですね。なんで、ここは一回防衛から、ダクネの、これはアイゴレでターゲット取って、これは多分、ああ、うまい。そのファイブがうまい。OK。で、これは、いやー、ダクネが処理された。これ、前までのダクネだったら、まだ生きてたぐらい。本当に。OP すぎた。ここ延命して、このままカウンターする。お、これは美味しい。プリンセス耐えろ。OK、よしよしよし。ってしていくと、プリンセスがどん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 無限に溜まっていくやつですね、これは。よし。はいはいはい。はいはいはい。OK。OK。いい延命、いい延命、いい延命。気持ち取るね。気持ち取るね。で、ディガー飛ばして、まあ、ウッドも飛ばしてしまえば、なんかいいまであるな。これしかもプリンセスが入って、もう一回プリンセス出して、やばい。けど、まあ、キングゲットしてるし、みたいな。で、あとは、ディガープラスのウッド。OK! って感じで、まあ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 、言うて危ないけどもですね。はいはい。よし。さてはまだ強いっすね。なんだかんだ。ってことで、次ですね。で、まあ、初手ディガーとかは、まあ別に全然していいっすね。で、ということで、まあ飛ばしますから、一旦待って、エリポン来たらエリポンにディガーで、来なければ普通にタワーにディガー。で、はい、バルキリーですね。まあ最近、使用率の高いバルキリー。これもダクネが結局強いんで、これは一回アイスゴレでバルキリー受けてあげて、このホグをトルネで吸ってあげるとキングキドいける。オッケー。だくれ。あー、おいしい。おいしい。しかもコウモリがバルキリーを。あー、やばい。ダクネの天敵といえばポイズンみたいなとこありますね。ディガー、プリン、ハシメンプリンプラスディガー。オッケー。で、これで、この間にハシメンプリンがしっかり削ってくれれば、おいしい。これも後ろからダクネを出しとけば、なんか、全部守れる的なね。
よいしょ。しっかりターゲット取って、ダクネが先行すると変わってくる。はいはいはい。で、ここでもしバルキリー出されても、ダクネの、まあ、攻撃プラスコウモリの攻撃で、結構溶かせるんじゃないのっていう。あ、UT か。UT ですね。これは、まあ、トルネプラスの、トルネプラスのスケルトンで、まあ、ここはいいですね。困った時はトルネミラーとかでも全然いいっす。全然いい。リガー飛ばして、待って。このリガー適当すぎた。これは逆サイのターゲット受けちゃうですね。このリガーは良くないですね。はいはいはい。で、このアイスイーズは無視して、あと1300ですね。これは、どう削るか。相手が後ろから入れて出してくれたらいいんですけどね。おいしい。やば。それは違う。それ聞いてない。ボーラーとかはマジでずるいんですよ。このデッキに対して。おいしい。これでホグ逆サイに移って、マイゴルでターゲット取って、スケルトンでボーラー。オッケー。オッケー。これでスケルトンがボーラーを処理してくれたら、姉妹プレーンでいけたんですけど、マイシューズ来たから一回置いて、もう一回待ちからですね。これまあトルネでいいかな。よいしょ。はいはい。まあフリーズ来るけども、キング起動してるから、うやば相手レイジ。また相手のデッキがやべえ。マジで。マジでやべえ。どんなデッキしたんだよ。けど、このダブルディガ。だって気づいたらあれみたいな。700ぐらい残ってたのに、なんかもうあと残り77まで削ってて、ワンチャンやばくねっていう。けどまあこれはウッドとディガーで。よいしょはいはいはい。って感じで、まあまあまあ。なんだかんだ勝てますね。で、一番相性がいいのが、マジで三重視ですね。三重視に当たれば、もう、負けない。負けない。本当に負けない。めちゃくちゃかもれますね。ということで、三重視聞いてくれ。お願い。いや、ないな。はい。で、何が違うかというと、何がいけないか、あ、クロスですね。今の環境的にクロスはそんなにいないんですけど、もうクロス来たら、携帯、もうタスク切っちゃってくれた方がいいですね。クロスとやっても、マジで勝てないんで、これは。これはダクネが一回処理して、はいはいはい。これのデッキは多分みかん坊やさんも使ってるめちゃくちゃ高回転の枯渇ですね。マジで。めっちゃ高回転のやつ。いてぇ浮き合いてぇよ。5だったらトルネ5の 2.8 ぐらいの枯渇ですね。うちはエゴレ構えといて、はしまいプリンがめんどくさいですね。いや、まだ来ないか。じゃあ、これ出して。で、多分トルネがあるんで。僕の記憶上。だから、トルネで座れる位置には出したくないですね。まあまあ、そうなるんですよね。そうすると、まあ。そうなっちゃう。あ、これは惜しい。これはスケルトンだ。受けちゃう。ダメージが痛い。けど、まあまあまあ、これはしょうがない。で、基本的に端前プリンとかで削っていきたいですね。よいしょ。入れ。OK。これはいい。OK。まあまあまあ。相手の防衛もうまい。でも今、トルネ使ったんで、今度は奥に出す。今、ちょうどトルネ使ったんでね。そうすると、この読みがまあ外れますね。よしよしよし。で、このアイゴレの一発がでかい。はいはいはい。で、これ、なんでダクネそんな変な位置から出したのみたいな。のは、まあ、相手がロケットかとファイブを持ってるので、一番後ろから出しちゃうと、そのタワーダメージを受けてしまうっていうのがあるので、ファイブでしたね。オッケー。これはダクネとスケルトンで完封です。おー、やばい。仲良しや。これ相手うまいな。これディガープラスの防衛ウッドからのセムウッドですね。よいしょ。
やばい。やばい。痛い。オッケー。危ねえ。相手はこれは、ディガー警戒のスケルトンですけど、ここでもう、ただん、これっすね、これ。あ、これ美味しい。吹き矢とプリン両方覚え。で、このディガーは絶対どっちか刺さるから、まあまあ、そうなりますけど、また400ですね。まあ、バレル来たら、トルネ防衛して、これ下に引っ張ってあげたら、うわー、マジか。やばい、そんな。やばい、このディガーもミスった。けど、まあ僕にはミラーがあるんで。はいはいはい。はいはいはい、おいしいおいしい。ディガー頑張って。これ8枚プリンで入る。オッケー。これもう一発入る。オッケー。攻めとるね。おいしょーって感じですね。いい。っていうかまあ相性がいいか。正直相性がいいかかったですけど、まあ、まだ参るといったところで、いや、ミラーデッキ普通にありだと思うんですよね。なんか今クロスが環境的に減ってて、なんか、なんで?ムートがいるから。ムートとかバルキリーが多いんで、クロスが基本的に少ないんですよ。だから、こういうなんか、まあクロスに対してはまあオワコンデッキみたいなのが、まあ全然あるかなってところで、まあ良ければ使ってみてくださいと、はい、いうところでございます。ということで、今回は以上になります。よければチャンネル登録よろしくお願いします。では、バイバイ。